金沢、クラフト工作金沢能楽美術館は、石川県金沢市高坂にある能楽に関する美術館。金沢市の伝統芸能である、加賀宝生の貴重な美術品など能楽に関する美術品を収集、展示することを目的に、2006年に開館。昭和初期に広坂通にあった金沢能楽堂ゆかりの地に建設された。金沢市中心部の香林坊から、兼六園に向かう百万石通りと金沢21世紀美術館に挟まれており、回遊性を高めるため、通り抜けの通路が設けられている。1階と2階が展示室、3階は研修室となっている。1階の導入展示室では、映像により、加賀宝生の能舞台を開設し、1932年に建てられていた金沢能楽堂を模型で再現している。2階は、メイン展示室とされ、加賀宝生の能装束や能面が展示されている。3階の研修室では、能の所作の学習など能楽を体験する教室が開催される。また、伝統文化の伝承を目的とした子ども塾の活動も行われている。金沢市の指定文化財である佐野家、伝来能楽資料能面14面、能装束61両、扇10本。計85点が収蔵されている。佐野家は、加賀藩の第5代藩主、前田綱紀の時代に始まる加賀宝生が、明治時代に一時その継承が危ぶまれた時、佐野吉之助により再興を果たした家である。金沢能楽美術館には、加賀象嵌、加賀縫い、加賀水引、加賀毛針など金沢の伝統工芸品を展示、販売する金沢クラフト工作課が併設されている。金沢市文化施設共通観覧券が使用できる。金沢21世紀美術館との共通観覧券もある。ABCD 加賀宝生の発信、継承の舞台金沢能楽美術館が開館。北国新聞2006年10月8日指定管理者、制度導入施設一覧 ABC 第29回、金沢都市美文化賞受賞作品。金沢能楽美術館金沢能楽美術館条例佐野家伝来能楽資料金沢市文化施設共通観覧券ありがとうございます。